こんばんばは、岡松チャンネルでございますえっと今日はね出雲から、えー、東京へ帰ってきました。いやー飛行機がねもう東京がね台風で、えー、ちょうどねえっ、ー、と出雲から東京へ着く時間がどのくらいかなと。 う 2, 時2時前くらいだったかな予定だと。ですからねでちょうどこう台風が強い状況でいやーこれは飛ばないんじゃないかなと思っていつも出る前にですねいろいろと、えー、チェックとか確認してたんですけれどもそしたらねえー、っとまあ台風のために飛ぶかもしれないけどひょっとすると引き返すかもしれないみたいなことで。 いやー困ったなあ明日は明日で仕事も入ってるしねえー、どうしようかなと思って一瞬ねこれはもう電車に切り替えようかなと思ったりしたんですけど電車だとねまた出雲からねえっ、ー、と岡山へ出て岡山から新幹線ということでまたね途中新幹線がね雨でえっ、ー、と通らなくえっ、ー、とね うまくなんか遅れたりしたりするとね良くないんでまあいっそのことやっぱり飛行機がいいかなと思って、えー、飛行空港へ行きましたでやっぱり案の定ね <laughs> えっと出発時刻がかれこれ1時間遅れましたねまあ東京からねこう、えー、着くう便がまた引っ返すということで。 それでかれこれ1時間遅れてえっ、ー、と1時過ぎですかねそ <laughs> したら地をやっぱりね結構揺れたりしたんですけれども、えー、東京へ着く間際に相当揺れるんじゃないかなと思ってはいたんですがやっぱり運よくねなんかそんなに揺れずにいい具合に、えー、着くことができてまあほっといたしました。 まあそんなことでね、えー、とまあ3日間、えー、678と、えー、まあ出雲行ってきたわけですけれどもまあいろんな方にですねいろいろと、えー、まあ出会ったっていうのか縁がありまして、えー、またね、えー、と仕事の話もこれから、えー、なんかいい形で発展いきそうでございます。 まあね、あのー、基本的にはねやっぱり自分がしたいですからやっぱり自分の方がねもろもろきめ細かくやっていかないと、えー、簡単にはいきませんので、まあ、一つ一つ戦略を立てながらまたやっていきたいと思いいいまます。す。引き続き続よろししくお願いいたしますありがとうございます。